どうも、プチプラの順です。今回はですね、GU の厳しいアイテム、10個ご紹介したいと思います。普段からですね、GU さんにはもうめちゃくちゃお世話になってる。安いし、ファッショナブルなアイテムいっぱいあって最高やんって話なんだけど、中にはですね、ちょっと微妙臭いな、みたいなやつもあるんで、これ30代、40代の方だったりとか、ちょっと注意した方がいいんちゃうということでご紹介していきたいと思います。まず、厳しいアイテム1点目、ウォッシャブルメランジ V ネックベストでございます。これね、結構おしゃれなんですよね。なんかどっちかといったら男性よりも女性の方が買ってる印象かな。あのインスタグラムとか SNS 見てても女性の方がね、なんか積極的に買ってる。このベスト1枚で着てこう腕を出すみたいな、そういうスタイリングとかすごくおしゃれ。メランジだからこう霜降ってる感じ、すごく雰囲気あっていいんですわ。がしかし暑いって、これね、T シャツの上からこのベスト着たらシンプルに暑いかなと思います。で、男性の方がこの V ネックのベスト1枚で着るってなってもちょっとね、レベル高すぎるかなと正直思うんですよね。やっぱ夏ってさ、こう T シャツにパンツみたいなシンプルなコーデになりがちやんか。で、そのアクセントとしてこうベスト合わせたらレイヤードになってめちゃくちゃオシャレだよねっていう、そういう提案。夏だけじゃなくて、まあ秋冬だったりとか結構長い期間着れる、まあいいアイテムかなとは思うんですけど、個人的には厳しいって。最初に言っとくんだけど、別に僕が全ての正解がない、この世の断りじゃないので、参考レベルで聞いていただきたいなと思ってます。厳しいアイテム2点目、ゲームシャツ半袖、マンチェスターシティフットボールクラブでございます。イエベには厳しいって。これはね、なんかね、前クルーネックタイプのゲームシャツ売ってて、もうそれ完売したのかな。で、今 V ネックタイプのゲームシャツ売ってるのよ。で、残ってる在庫も結構少ないんですよね。ネイビーカラーとあとブルーカラーあるんだけども、30代40代には厳しいって。これね、やっぱゲームシャツめちゃくちゃ人気やんか。バレンシアガとかでもそういうの発売したりとか、去年ぐらいから結構人気なのかな。アンブロだったりとか、スポーツブランドのそういう T シャツ、V ネックのこうサッカーシャツとかを着るっていう、なんか韓国風のファッションがすごく人気だったりするわけですね。あいみょんとかもミュージックビデオでゲームシャツ着たやつとかあったりするんで、若者にね、すごく人気。TikTok 見ててもインフルエンサーが着てるっていうのはわかるんだけれども、ちょっとこれね、若者すぎるよね。スポーツミックスのスタイリングめっちゃオシャレなんだけども、30代、40代にちょっと厳しいよね。で、V ネックは、面長にはほんと良くない。より頭が長く見えてしまうんで、もう僕みたいな面長さんは基本的にクルーネック、ボートネックタイプが顔長く見えないんで、おすすめでございます。で、からの、水色とかのカラーリングがね、イエベめちゃくちゃ似合わないんだよね。僕もこういうネイビー系の、こういうブルー系だったらいけるんだけど、水色のね、カラーリングが本当に合わないんですよね、イエベ。結構カジュアルだし、個性強いアイテムなんで、容易に手を出していいシャツじゃないなと、正直思います。厳しいアイテム、3点目。スウェティー五分袖、ピーナッツです。これもね、厳しいって。これ、インフルエンサーの方もね、めちゃくちゃ可愛いとおすすめしてる方もいっぱいいると思う。確かに。まあ、ピーナッツっていうか、そのスヌーピー自体僕そんな好きでもないんだけれども、なんかカジュアルすぎるし、子供っぽすぎるなっていうのがあるんですよね。ちょっと手出ないわと。で、実は、キッズコーナー、GU さんのキッズコーナーに子供のスヌーピーのスウェティー売ってんのよね。子供着る分には超可愛いかなと思うんだけど、30代男性、40代男性が着んのめっちゃ厳しくない？可愛い女の子とか着てもね、似合うと思うんだけども、男性厳しくない？その親子で、ファミリーで、セットで着るみたいな、そういうのもね、ありかなと思うんだけど、できたら無地がいいかなと思うよね。スウェティー自体、だってカジュアルやん。スウェットのような T シャツですごくカジュアルなのに、さらにスヌーピードレーンと、ドガーンとプリントしてるやんか。正直僕の中では、なし寄りのなし。GU の厳しいアイテム、4点目。オープンカラーシャツ、五分袖でございます。今ですね、イエローカラー、グリーンカラーが値下げしてんのかな。色によって、値下げしてたりするんですよね。それは、
全然人気がないから、例えば黒とか白とか人気のベーシックなカラーはそのままの値段なんだけど、売れてないカラーに関してはガッと値下げしてきたりするわけよね。 GU さんってサイクルめっちゃ早いのよ。だから全然売れてない商品って 1,2 週間 2,3 週間でいきなり値下げバーンみたいな、もうどん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 こう在庫をなくしてってるわけよね。ユニクロさんはもうベーシックな究極の普段着ということで、もう同じ商品をしこたま在庫いっぱい持って何年も何年も同じような商品発売してるじゃないですか。大量発注大量生産して価格安くしてんだけど、 GU さんはもうどんどんトレンドファッション取り入れて、もう海外にも拠点を置いて最新のトレンドを入れて新しい商品バン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 作って、そんな在庫持たずにデザインの数でどん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 売っていくみたいな、ね、それが GU さんの強み。素材はさておきみたいな、そういうのが GU さんの売りかなと思うんだけども、そのオープンカラーシャツって別にそのトレンドのシャツじゃないやん、定番のシャツやんっていうね。でちょっとこう襟が開いてるんで、そのデザインアクセントっていうか顔がちっちゃく見える、小顔効果もあるデザイン性のあるカジュアルなシャツ、ド定番のシャツ、別に今超トレンドのシャツでもないんだけど、それをわざわざ GU で買うかなっていうね。素材も薄くてすごい肌当たりいいシャツだから、まあ、別に買ってもいいと思うんだけども、あえてそのオープンカラーシャツを GU で買うかな。 GU さんのカジュアルシャツ、例えばナイロンオーバーサイズシャツ、ポケットが両胸にあってアクセントのあるシャツも売ってたりとか、着丈短めのブロードワイドクロップドシャツ、ゴム袖だったりとか、ライトデニムオーバーサイズバックシャツみたいな、こうデニム生地の半袖シャツとか、めっちゃかっこいいシャツもいっぱいあるし、あとメッシュ素材の半袖シャツだったりとか、すごくおしゃれな半袖シャツいっぱいある中で、オープンカラーシャツ買うっていうね。あえてトレンド外していくみたいな。その選び方ないんじゃないのかな、ちょっとセンスないんじゃないのかなって思っちゃいますね。GUさんの厳しいアイテム、続いてこちら。カラーアクティブショーツ、バンダナ。これはですね、ショーツなんですよね。ナイロン素材のショーツで、まあ、一見可愛いなとも思うよね。ユニクロさんには絶対置いていない、こう、尖ったアイテム、デザイン性のあるパンツ。ユニクロさんは究極の普段着だから、ベーシックだ。ベーシックなショートパンツしか基本発売しないんだけど、 GU さんはデザイン性のあるものバンバン発売できる。そういった中でこうバンダナ生地のやつをね出してきてるわけなんですけど、ちょっと30代40代には厳しいって、ちょっと子供っぽすぎひーんと思うよね。10代20代の若者が着る分にはギリギリセーフ、まあ、10代20代ってなんやかんや肌がツヤツヤで目力があってスタイル抜群で何着ても似合うやんみたいな、そういうジェネレーションやん。30代40代はどんどん体型もぽっちゃりになってきて、だらしない見た目になっていく中で、このダサいショーツ、このガラガラのショーツ、子供っぽいショーツを履くかなという点。できたら無地買ってほしいよな。GUの厳しいアイテム、続いて、シェフパンツでございます。古すぎるって。古いんだよね。これ昔ね、発売してた時、僕も買ったことあるんだけど、今これ買うべきじゃないよね。なんかそのアウトドアに行く、キャンプに行くねみたいな、もうキャンプ自体も結構今人気ないけども、こう汚れてもいいしすぐに捨ててもいいような服、別におしゃれなんかせんでええねんっていうのに、こういうシェフパンツはすごくおすすめなんだけど、おしゃれするときにこれは買わんよね。生地もまあ丈夫いし、すごいシルエットもね、いいパンツなんだけど、腰周りがこうイージー仕様になってて、安っぽさも全開だし、別にかっこよくないよねって、このパンツに T シャツ合わせて、ドヤーって言えるかっていうね、そのデザイン性のある主役級のパンツでもないんで、このシェフパンツを履いてわざわざ合コン行くような人はおらんのちゃうかなって正直思うんだよね。GU さんのパンツって、めちゃくちゃおしゃれなやついっぱいあるよね。バレルレッグの足の形拾わないめっちゃかっこいいジーンズとか、スラックスもある、ツータック入っためっちゃかっこいいスラックスとかもある中で、こう普通のザ普通みたいな、そのシェフパンツ2290円安いんだけども、わざわざ買うかなっていうようなパンツかなと思います。 GU の厳しいアイテム、続いてウルトラストレッチスキニージーンズ。モテないって、これも女子受け良くないんだろうなっていうね。なんかそのスキニーパンツめっちゃ似合う人もいるんよね。
海外の方とか、あとはムキムキマッチョの人がたまにね、スキニー履いてたりする。その自分の体の美しさを出す、セクシーなパンツっていうのはもちろんわかるし、で、Y ラインのシルエットトップスオーバーめにして、足元スッキリっていうね、スタイリッシュなコーディネートできるのももちろんわかってる。万能なパンツなんだけど、男らしくないよね。足短くて太い人がスキニーパンツ履いたらもう、そのまま露見しちゃうやんか。足の短さ、太さが、そのまま露見するやん、スキニーパンツって。で、足ガリガリの人が履いたらそれもそれで、ルパンかみたいな。ルパン三世かって言われたりとか、もうめちゃくちゃ体型でそのまま出ちゃうから、厳しいアイテムであるんですよね。スタイルいい人は別に履きゃいいんだけど。で、トレンド的にも今はワイドパンツ、男らしいカジュアルなワイドパンツがトレンドの中で、厳しいって、モテないって。スキニーパンツ別に全否定するわけじゃなくて、たまにはありかなと思うんだよね。毎日こうワイドなパンツ履いてたらめっちゃ飽きてくるから、週に 1,2 回とかこうスキニーパンツ履くとギャップ萌えとかもあるかもしれないし、気分変えるためにスキニーっていうのは全然ありな選択なんだけど、急いで買わんとあかんパンツってわけではない。 GU の厳しいアイテム、続いてボリュームソールニットスニーカー、ホカかな？これめちゃくちゃいいね、アイテムではあるんですよね。トレンド感のある、ボリュームのあるソール。おそらくホカのボンダイ8とか、そういうスニーカーを模したスニーカーかなと思うんだよね。GU さんスニーカーすごく力入れてるから、歩きやすかったりとか、デザインもおしゃれだったりする。でいて価格3000円。もうとんでもなくコスパのいいスニーカーなのはわかるんだけど、厳しいって。持ちは持ちや、靴は靴やということで、もう個人的にファストファッションの靴は本当苦手で、もう僕が苦手で、靴は絶対いいやつ履いた方がいいかな。いい靴はいい場所へ連れてってくれる。靴とかアクセサリーって男のロマンじゃない、男がこだわるところじゃないって、なんかそのファッションにあんまこだわりない人が急遽服買わんとあかんってなって GU で買うのはわかるんだけど、なんかここケチるかなみたいな、スニーカーケチるかな。僕自身スニーカーフリークスというか、スニーカー大好き人間だから、そう、人の靴ばっかり見るんよね。あ、この人の靴めっちゃかっこいいやんってなったら、例えばめっちゃスニーカーいいっすねって話して、そっからこう盛り上がったりもするわけ。こう初めて会ったような人にも、こうスニーカーから僕会話作ってたりするんだけど、そう、GU のスニーカー履いてる人にいいスニーカーっすねってなかなか言えへんなみたいな。で、しかも靴ズレやっぱしやすいんよね、 GU の靴とかって。全部が全部そうじゃないと思うんだけども、一回履いたらもういいやみたいな。そのニューバランスのスニーカーとか、アシックスのスニーカー履いてしまったら、あまりの履き心地の良さに、もうこういうファストファッションの靴履けんくなるんだよね。もう腰痛い人とか、30代40代になると腰痛だったりとか肩こりだったりとか、いろんなところ支障来ると思うんだけども、スニーカーってめっちゃ大事だよね。スニーカーが良かったら一日中履いてても疲れにくい、体の疲労軽減になるんで最高なのよ。ぜひ30代の皆様、他の本物のスニーカーを履いてください。 GU の厳しいアイテム、続いてこちら、ソフトナイロンドローストリングバックパック、厳しいって。これもね、生地がシャカシャカーンとした素材、ナイロン素材で、めちゃくちゃオシャレなのわかるんだけどね、大容量なのもすごくわかるんだけども、30代はちょっと選ぶべきじゃないかなって正直思います。店舗で見てみてもやっぱり安っぽいなっていう感じがして、女性が着る分にはなんか良さそうなんだけど、なんかね、生地がほんと頼りないんだよね。なんかノートパソコンとかも入れれるスペースあったりとかするんだけども、ちょっとこうビジネス使いもできんし、難しいと思って、大学生とかその10代20代の子はありなんかなとは思うんですけどね。 GU の厳しいアイテム、ラスト、アクセサリーでございます。まあ、GU のね、アクセサリーもほんとおしゃれで、しかも安いんだけど、許されるのは大学生までかなって正直思います。30代40代ギュって、別に高いものを買えっていうことではないよね。例えば今僕エルメスのこれブレスレット、なんか8万か9万ぐらいのやつつけてるけども、なんかこれとかもさ、シーンのブレスレットって聞かれることもあんのよね。これこれシーンのブレスレットって聞かれたりする。別に高いものがいいわけじゃないんだよね。30代40代になってくると、あんまり安いネックレスつけるのどうなんかなーって正直思ったりするんですよね。安くてもおしゃれなものもちろんあったりする。今日つけてるネックレスとかも GU さんのやつ、まあ、見た目別にそんな高級感あるわけじゃないけど、すごく可愛いやつとかも、まあ、たまにあった
ったりするんだけど、ファストファッションなんで、どうしても子供っぽさが出るんで、マジ気をつけた方がいいかな。やっぱり夏って、アクセサリー、小物が超大事になってくるんだよね。基本的にブレスレット、ネックレスとか、指輪とか、カバンとか、そういうのが超大事になってくる。そうした中で、こうアクセサリーが目立ちやすい、この春夏の時期に、GU のあからさまに子供っぽいアクセサリーを30代、40代つけるのは、超危険。ぜひね、そこは注意していただきたいなと思います。アクセサリーちょっと残念なもの多いんだけど、実は GU さん、サングラスとかは全然ありかな。車用だったりとか、夏の時期、こう海に行く時とかに買うサングラスとかは全然ありなので、サングラスはね、ぜひチェックしてほしいなと思っております。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。